前回のアンケート結果。いや、当然の結果だろ。はい、どうも皆さんこんにちは。ディズニーデラックスに入ったけど、今のところライオンキングとアナ雪しか見てないヨッシーです。MCU とスターウォーズのドラマの配信を心待ちにしているゆっくり霊夢です。今回もアンケートで選ばれた映画をやっていきましょう。今回紹介する映画はこちら、アナと雪の女王2。大人気ディズニー映画の続編ね。言わずと知れた2014年最大のヒット作、アナと雪の女王の続編だね。日本での興行収入はなんと250億。あの、君の名はですら追いつけなかったほどの大ヒットになったね。主題歌のレッド・イット・ゴーもすごい人気で、5年経った今でも冬になるとどこかで一度は聴くほど定番曲になってるね。で、そんな大ヒット作を今の今まで見てなかった自称映画ファンがいるのはこのチャンネルですか？いや、たまたまタイミングが悪かったんですよ。それに僕ってミュージカル映画が苦手な人間だからちょっと避けてた感じもあるんですよ。え、ミュージカルダメなの？でも去年のグレイテストショーマンとか気に入ってたじゃん。そうなんだ。別にミュージカル映画全般がダメなわけじゃなくて、音楽の好き嫌いがはっきり分かれちゃうタイプなんだ。特にディズニー作品のミュージカルはどうしても子供っぽく感じちゃって苦手なものが多い。今年の映画だとアラジンはすごく好きなんだけど、メリーポピンズ、リターンズはちょっと苦手な部類だね。なんか基準がよくわからないんだけど。これに関しては 100% 個人的な好き嫌いの話で、ぶっちゃけちゃんと理屈的に説明できることじゃないからどうしようもないんだ。じゃあアナ雪もダメな方だったってこと？そうだね。事前の情報から多分苦手なタイプだと思って見てなかったんだ。もちろん今回の続編に備えて鑑賞したんだけど、やっぱりちょっと苦手意識があるタイプのミュージカルだった。特にこの作品は音楽が非常に大きな魅力の作品じゃん。それが合わないってもう相性最悪としか言えないじゃん。まあ確かに。じゃあミュージカル以外のところはどうなのよ？アニメーションとしてのクオリティはさすがはディズニーといった感じだね。映像の美しさはもちろん、エルサのアクションも素晴らしい作品だと思う。ただ、ストーリーに関してはちょっと不満ありだね。え、そうなの？うん、ディズニーの悪い癖が出ちゃった感じだね。アナ雪ってわかりやすく女性解放の物語なんだよね。エルサは自身の力で周りの人たちを傷つけることを恐れ、自分自身をずっと抑えながら生きてきた。そんな彼女が抑え込んでいた力を解放し、ありのままに生きていく。まさに抑圧されてきた女性の解放の物語なんだ。これは現代のハリウッド映画の主流ともなっているものでもある。今までは男性が活躍する作品にも女性が主役となっている作品もどんどん増えてきてる。スターウォーズでは主人公が女性の霊になっていたり、メンインブラックは本来男性同士のバディームービーだったのが男女のコンビになっていたり、アメコミ映画でも女性主人公の作品が増えてきたりしてるね。今年公開されたキャプテンマーベルなんかは露骨に女性解放のメタファーが組み込まれてたね。確かに最近は女性推しが強いイメージはあるかも。ディズニー作品は特にその女性推しがもうしつこいぐらいだね。特に頻繁に見るのは頼りない男性を支える強くてしっかりとした女性像。今年公開されたディズニー系列の作品でも何度となく登場してるんだ。別に女性を推すのは全然構わないんだけど、一方で男性の扱いがちょっとどうなのって思うこともしばしばある。男女平等が行き過ぎて男性蔑視になってないか、と思うことがディズニー映画ではよくあるんだ。それともう一つ、ディズニーには悪い癖がある。それが悪役の描き方。悪役を必要以上に悪く描き、最終的に破滅させるという場面がたびたび見られる。アナ雪でもこの癖が出ちゃってたんだ。アナ雪の悪役って言うとハンス王子のこと？そう、彼って中盤までは普通にいい人だったわけじゃん。エルサを殺すという判断も国のためには非常でも間違ってるとは言い切れない判断でもある。そもそもエルサ側の事情を知らなければ彼女が恐るべき魔女に見えても何の不思議もないんだよ。それならハンスがエルサの事情を理解し和解するという話にもできたと思う。でも実際にはハンスはあなたたちを利用して国を乗っ取ろうとする悪役にされ、彼を倒すことでエルサが救われる物語になっている。問題の原因自体はエルサにあるのに、全ての責任を彼一人に押し付けて断罪した。そういう風に見えちゃうんだよ。言われてみれば確かにあの裏切りはちょっと強引な感じもしたかも。エルサって見方によっては恐るべき悪役にも見えるキャラなんだ。前にやったリベロのエミリアも魔女に似た容姿から恐れられるって描写があったじゃん。エルサもああいう風に見られてもおかしくはないんだよ。氷の魔女という点では共通してるし、ちょっと似たキャラクターではあるね。アナ雪ってある意味エルサという悪を救う物語でもあるんだよ。でもそのために別の悪を生み出し、全ての問題をなすりつけるというのは違うと思うんだよね。しかもそのキャラが男性であり王子であるというのもちょっと意味深じゃん。メッセージ性自体はいいけど、やり方がどうなの？って感じの作品だったんだよね。映像はすごくいいんだけど、音楽にもストーリーにも乗れない。アナ雪は個人的にはそんな作品だね。なるほど、じゃあ今回の2はどうなの？トータルで言えば前作よりは好きかな。ミュージカルも前作よりは多少乗れたところもいくつかあるし。へえ、じゃあ今回は相性良かった方なんだ。
いや、そういうわけではないんだけどね。え、違うの？主題歌のインプージアンノーンは割と好きな曲だったかな。でも他のミュージカルシーンはやっぱり合わなかったし、何より今回は前作よりもミュージカルシーンが長く感じた。ミュージカルシーンってお話的には止まってる時間でもあるんだ。早く話を進めてほしいのにまた歌い出したよ。ってことが何度もあってさ、ミュージカルが合わないのもあってかなり退屈だった。結局そこは変わってないのね。それにストーリーはかなり薄味って感じだね。前作はやり方はともかくとして、女性を応援する強いメッセージのある作品だった。でも今回はディズニー映画には珍しくそういったメッセージ性をあんまり感じない作品になってたね。逆に言えば頭を空っぽにして楽しめるエンタメ作品としてはいいかもしれない。相変わらず映像はめちゃくちゃ綺麗だし、アクション要素もちょっと増えてる。単純な冒険ものとしてはある程度楽しめたと思う。ただそうなるとミュージカルで話を止めることによるテンポの悪さが気になっちゃうんだけどね。今回の話ってエルサの能力の謎を探す話なんだよね。一応それもあるけど、軸となってるのはエルサたちアレンデール王国と、森で暮らす魔法の部族ノーサルドラとの争いを止め、友好関係を築くことだね。でもこのアレンデールとノーサルドラの争いってかなり早い段階で解決しちゃってるんだよね。そもそも何十年も同じ場所に閉じ込められてたのにそんなに対して争ってないように見えるし、アレンデールの裏切りから始まった戦争なのに、そんなに簡単に和解できるの。って感じだった。え、原因ってアレンデールの方にあるの？そう、原因はエルサたちの祖父がノーサルドラを信用できなくて騙し討ちを仕掛けたことなんだ。何それ、おじいちゃん最悪じゃない？完全に諸悪の根源はおじいちゃんだし、信用できなかったのにも特に深い理由なんかないんだ。結局また一人の悪に全てなすりつけてるだけですごく雑だった。一応話としては、偽りの平和の象徴であるダムという種族の壁を破壊して、エルサと穴が二つの種族をつなぐ架け橋になる、というのはいいと思うんだけど、その過程が雑すぎて全然感動できないんだよね。子供向け映画でもあるから、戦争描写をガチでやれとは言わないけど、いくらなんでもぬるすぎるんじゃない？それと、今回は前作に比べて女性を主的な要素はそこまで強くないんだけど、やっぱり男性の描き方に気になるところが多いんだよね。おじいちゃんが全ての元凶だったこと。それもあるし、少しだけ触れられてるハンス王子の扱いもそう。直接は登場してないんだけど、正直死体蹴りかなと思わせる描写があるんだよね。一度悪に落ちた人間にはああいう扱いをしてもいいってこと。子供向け映画として正直どうかと思うね。本当にディズニーは悪に対して容赦がない。それにクリストフの行動にも違和感が半端ないんだよ。え、クリストフですらも扱い悪いの？今回の彼って穴にプロポーズをしようと狙ってるんだけど、それが国の一大事を何とかしようと旅をしてる最中ってどうよ。まだやらなきゃいけないことがある穴に対してプロポーズのことしか考えてないクリストフの KY っぷりはすごい違和感があった。何、男って頭の中それしかないとでも思ってるの？それはさすがに言い過ぎだけど、確かにタイミング考えろって感じはするね。前作よりは多少はマシにはなってるけど、やっぱり男性や悪役の描き方が雑だと感じたね。まあ、ここまで文句ばっかり言っててなんだけど、この映画ですごく好きなところもちゃんとあるよ。ここまで言っておいてまさかのフォロータイムですか？とりあえずオラフの出てるシーンは全て最高。前作以上にコミカルさシーンが多くて、彼には何度も笑わされたよ。体のパーツを組み替えたギャグなんか最高だったね。そういえば今回から吹き替え声優変わったんだよね。そうだね、以前声優だった人がやらかしちゃったから、今回から竹内俊太が演じてるんだけど、これが見事なハマり役だったね。前人の人以上にキャラクターの魅力を引き立てる演技をしていたと思う。他の声優陣も文句なしに良かったから、見るなら吹き替え版がおすすめだよ。正直なところアナ雪の続編には興味ないんだけど、オラフの活躍だけはもっと見たいって思ったね。アナとエルサよりオラフの方が興味あるのね。正直今回の続編って必要あったのかかなり疑問なんだよね。前作のその先にさらに語りたかったテーマがあるようには見えないし、内容の薄さからも単にヒット作でもう一度稼ぎたかっただけなんじゃないかとすら思うよ。まあ単純にエルサたちの活躍を見れるだけでいいってファンも多いだろうから、それを否定するつもりはないけどね。それにこれはディズニー映画だからこそ、何かあるんじゃないかという期待値の高さもあったからでもある。僕は嫌いだけど、トイストーリー4もあの3の先に語るべき物語があったからこそ作ったわけでしょ。でも今回はそれがあんまり感じられなかったからちょっと残念だった。それではまとめです。前作に引き続き美しい映像やアクションは素晴らしい。しかし、ストーリーは前作と比べかなり薄味な印象。ミュージカルシーンは楽しめる人も多いとは思いますが、多すぎて全体的にテンポを悪くしてしまってる。純粋に映像と音楽だけを楽しむ作品としては十分楽しめると思います。見るならぜひ劇場でご覧ください。なんだかんだ言っても今一番の話題作だからね。とりあえず見に行って損はないんじゃない？そうだね、僕もいろいろ不満は言ったけど、それだけディズニー映画は期待値が高いからでもあるからね。普通の基準で見れば十分いい映画だよ。今回も超絶ヒットになるのかな？どうだろうね。少なくともスカイウォーカーの夜明けまでは一位キープするんじゃない？
天気の子を超えて今年最大のヒットになる可能性も十分あると思うよ。報酬がどこまで伸びるかも楽しみね。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。